一緒に学ぼう SDGs、 大宮アルディージャベントスのゴールキーパーをしてます。背番号1番望月ありさです。基本的にゴールを守るポジションなので、シュートが来たのを防いだりとか、まあ後ろから声をかけてゴールを守ることが基本的な役割です。体格が日本では大きい方なので、やっぱこの大きさを生かしたハイボールだったり高いボールに対しての対応だったり、まあ、あと自分ではビルドアップがどっちかというと得意かなと思ってるんで、まあ、そういうところでいいボールの配球をして攻撃につながるようなプレーとかも結構得意です。まあ、やっぱり女子は本当に日本の技術が自分は一番だと思ってるし、まあ、本当に足元のボールタッチだったりとか、まあ、あとは本当にコンビネーションワンツーとか、まあそのチームワークでの本当にプレー一つ一つが丁寧だな。で、実は自分はいろんなスポーツをやっていて、バスケもやったし野球もやったし水泳もやったし、あと、まあ、音楽で言ったらピアノとかも全部経験してのサッカーです。一番サッカーが楽しいなって思えて多分サッカー一本に絞ったんだと思います。真剣に考えたのは小学校高学年ぐらいですかね。多分ずっとサッカーやりたいなって多分思って、その延長線上でやっぱサッカー選手っていうワードっていうんですかね、まあ、そういう中でやっぱスポーツ選手っていうサッカー選手っていう言葉が多分出たんですかね。このゴールキーパーというポジションも実は挫折から味わっ、ま、なったっていう、今じゃ全然一番好きなポジションなんですけど、まあ正直男子のチームでずっと小さい頃にやっていて、でまあ大体まあ、だんだんその小学校高学年になるにつれて、まあ、だんだんやっぱ男子のチームですから、まあ、ついていけなくなって、まあ、試合にも出れなくなってったんですけど、まあ、その時に4年生ぐらいで、まあ、コーチに相談されて、やっぱ身長が高かったっていうのとガタイがでかかったっていうので、まあ、ゴールキーパーだったらもしかしたらその試合に関われるかもしれないっていう相談をされた時に、で自分はやっぱりその出れないで、まあ、フィールドををやるよりは、まあ、ちょっとやってみようかなっていう好奇心で最初はゴールキーパーを始めて、で、まあ、本当に小さい頃は痛いし泣いたりとか何回もしてたんですけど、でもやっぱり試合に出る喜びとかの方が大きくて、今では一番好きなポジションになってるんで、いいチャンスに変えたのかなって自分でも思ってる。そういう意味では一番最初の挫折かなって思ってます。まあ、出る出ないにしろやっぱりこの選手はいなきゃいけないなっていう存在にならないといけないなって自分は思ってて、ベンチにいたりしてもやっぱ一番周り見えてないといけないし声かけなきゃいけないし、やっぱこの選手がいるから優勝できたっていう意味でもチームにその少しでも貢献できるようにっていう気持ちで常にやってれば、まあ、モチベーションは常に高く持ってられるのかなっていう風な考え方で自分はいます。本当に全然人見知りとかもないんで、まあ、自分からこう話しに行ったりとか結構明るくて面白いって言われます。で、まあ、チームの中のキャラで言ったらいじられキャラです。雰囲気もすごくいいので面白いこともたまに自分がいじられて楽しいこともたくさんありますし、なんだろう、ギクシャクすることもなくみんなのびのびやれてるからいいチームだなって思います。今年初めてプロという形で、プレーさせていただくんですけど、まあ、プロ選手になるにあたって本当に、まあ、また一から考えなきゃいけないことももちろんあると思いますし、社会の一員としてやっぱりその結果だけでなくやっぱ地域のコミュニティだったりとか、まあ、いろんな人の支えがあってサッカーやれてるっていうことをしっかり踏まえた中で、まあ、結果にこだわりつついろんな形で社会に貢献していきたいなって思います。 SDGs、ここで SDGs に関するクイズです。こちらは東京のファッションブランドが手掛けたバッグですが、コンビニなどで見かけるあるものを素材として作られています。その素材とは一体何でしょうか。ビニール違う、惜しい。正解は廃棄されたビニール傘です。日本で1年間に廃棄されるビニール傘がなんと8000万本とも言われ、環境汚染の一因となっています。
そんな捨てられる傘に着目し誕生したのがファッションブランドのプラスティシティ。最大の特徴は傘のビニール部分をそのままバッグの生地として使うこと。ビニールを幾重にも重ねて特殊な加工を施すことで雨が滴るような独特な風合いのバッグに仕上がります。さらに軽くて強度があり水や汚れに強いといった特性も元々がビニール傘だからこそ。10年後になくなるべきブランドをコンセプトに日本ならではの社会課題に取り組んでいます。まあ、廃棄が多いっていうのもちょっと8000万本はびっくりしたんで、まずはその量をいかに減らせるかっていうのは大事だと思いますし、少しでも環境にいいようにしていけたらなっていうのは思いました。気になったのはやっぱフードロス、まだまだ全然いっぱいあるんで、そこはもったいないなっていうのは、やっぱり貧困で貧困をなくそうっていうのも多分あると思うんですけど、そういうところは一人一人がやっぱり行動していかないと絶対に無理だと思うんで、プロになった以上そういうのも意識して生活していきたいなって思います。続けていることにすごい自分は意味があるなと思っていて、まあ、それが結果が実らなくても続けたことに絶対成果は残りますし、自分がやれたっていうのはあると思うんで、何かあっても簡単に諦めないで、ぜひ自分の一度やりたいって思ったことがあったら絶対それは続けてやり続けてほしいなって思います。